幸せを呼ぶシュバインダーの滝です。雪のしぶきを上げるとその分だけ幸せが舞い込んでくるそうです。ギリギリまで行きますよ。頑張って上げてくださいね。行きますよ。はい、アーリーさん、いやーどうでしょう、皆さんたっぷりは見れましたか？いや皆さん幸せそうな顔してますね。女性の方はお化粧が崩れてないかね、どうかご確認ください。さてこれからカバの縄張りへと入っていきます。皆さん、カバはとても縄張り意識の強い動物です。大きな音を立てたり船を揺らしたりしてカバを刺激しないように気をつけてください。カバを怒らせるとすごく危険です。船めがけて突進してきますからね。ちなみにカバの機嫌が悪いとき、耳をピクピク動かす。ちょっと動いてません？あ、戻ってきました。ちょっと脅かしますよ。えい、前から向きました。脅かしますよ。どうやらカバが自分をかばって逃げていきました。まだまだ油断までいきますね。これから先生に向かないと入っていきます。この村は男性でいっぱいです。女性の皆さんは捕まらないように十分気をつけてくださいね。どうやら祭りの最中みたいですね。皆さん見てください。夢中で踊ってます。このまま気づかれるんですね。と見つかってしまいました。皆さんやりがせ、やりが飛んできます。危ない、手を忘れて、手を忘れて、男性忘れない、男性忘れない、風だって、そう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 、やり投げてきませんね。やり、どうやらこのボートにはね、お目当ての女性がいなかったようです。これから皆さんには世にも珍しいものをお見せしましょう。どうです、すごいでしょう。素敵な後ろ姿です。わー、ね、前から見たのと全然変わりませんね。周りの様子が変わってきましたね。ここはアジア大陸を流れるラゴジ川の上流です。前にある神殿は何百年も前に廃墟となってしまいました。ここには神に捧げられた盾の財宝が眠っているのです。多くの人々がこの財宝を目当てに入っていきましたが、誰もここから出てきません。神の怒りに触れによ、くれぐれも皆さんお静かにお願いします。心配な方は隣同士しっかり手をつないでおいてくださいね。いなくなるときに一緒にいなくなります。これにしても水浴びの次で体がシワシワですね。お肌によくないんじゃないでしょうか。すごい勢いですね。鼻のシャワーでどうやら皆さんも関係してくれてるみたいですね。どうもありがとう。じゃあ今どっちに行りましょうか。危ない、また来ました。皆さん危ない、すぐすぐすぐごっくん飛び飛びました。こっちこっちです。じゃあ皆さん危ない、じゃあ危ない、どうやら鼻詰まりのようですね。あ、見てください、ニシキヘビが数牛の子供を狙っているようです。あのくらいなら丸飲みにしてしまうそうです。それであんなにスリムな体型を維持できるんだから羨ましいですよね。彼はジャングルのセールスマン、サブです。サブはジャングルで採れる新鮮なフルーツを村の住民や探検隊に売っています。ジャン
クルのフルーツ屋さんです。今日のおすすめバナナみたいですね。バナナジュースが飲みたければあのどんどんが足でそうで作ってくれます。さて、いよいよジャングルで最も危険で最も恐ろしいところに近づいていきました。そこは文明社会です。でボムが船着き場に近づきますので手、足、顔など外に出さないようにお願いします。忘れ物しないように気をつけてくださいね。カメラ、バッグ、財布、それにお子さん、お子さんはね、1階台に取りに来ないとみんな可愛くてたくましい店長さんになってしまいます。10年前でしょうか、私もここが忘れ物でした。さあまた冒険したくなったらいつでも遊びに来てくださいね。ジャングルジャングルチパチパチンはごゆっくりお楽しみください。セネガル校店長でした。どうも暑い中ご視聴ありがとうございました。嬉しいです。ありがとうございます。やっていけそうです。